演習ブレ、全ブレについてどういう意味かわからない聞いたことはあるけど詳しくは知らない具体的にどのように使われているのかわからない使う上での注意点を知りたいといったことでお困りではないでしょうかこの動画では演習ブレ、全ブレの定義どのような時に指示するのか図面上での使われ方使用する際の注意点を解説していきます早速ですがまずは演習ブレの定義です 演習ブレとは一言で言うと対象表面のネイの箇所が一回転させた時にどれだけ変動しても良いのかということです次に全ブレの定義です全ブレとは一言で言うと対象表面全体が一回転させた時にどれだけ変動しても良いのかということですまず演習ブレについて実際に図面での使われ方を見てみましょう 円円筒面に対する円周ブレ図面右上側に矢印の形をした記号がありますがこれが円周ブレを表す記号ですまた A という記号はデータムを表しますがデータムとは簡単に言うと基準のことですこの図面では左側の細い円筒の中心軸がデータムとなります交差域はこのようになります データ無軸直線 A を中心にくるっと1回転することをイメージしてください。対象となる母線は半径方向に0.1ミ、mm、リ離れデータ無軸直線を中心とする2つの円内に収まっていることが求められます。設計者の人として軸受けで保持された回転軸のローラー面の任意の位置での回転ブレを少なくしたい。 回転時の半径方向の変異量は0.1ミリまで許すといったことが挙げられます。次の使用例として、全ブレの指示について見ていきます。矢印が2つ連なったような記号が全ブレを表す記号となります。全ブレ指示の時も円周ブレの時と同様、回転中心を表すためにデータ無が必要となります。 この図面で指示される交差域はこのようになります。対象表面は半径方向に 0.1mm 離れデータ無軸直線を中心とする2つの円筒内に収まっていることが求められます。次の使用例として円筒面に対する円周ブレ指示を見ていきます。A、B というのは共通データ無軸直線というものを表す記号なのですが。 共通データ無軸直線についてはこの後説明します。この図面で指示される交差域はこのようになります。対象となる母線は半径方向に0.1ミリ離れ、共通データ無軸直線を中心とする2つの円内に収まっていることが求められます。先ほど出てきた共通データ無軸直線について説明します。2つの異なる形態、 ここでは左側の円筒における軸線と右側の円筒における軸線となりますがそれらを一つのデータムとして扱うときに使用しますまた2つの形態を優先順位をつけずに共通の基準としたい場合に用いられます次の使用例として軸方向に対する円周ブレ指示を見ていきましょう先ほどまでは円筒面が指示されていましたが この例では、端面がさされてていい。るこことに注目してくださいこの図面で指示される交差域はこのようになります。任意の箇所で軸方向に測定した円周ブレはデータ無軸直線に直角で0.1ミリ離れた2つの平行平面の間に収まっていることが求められます。設計者の意図の例として軸受けで保持された回転軸の任意の地での 軸直角端面の触れを少なくしたい回転時の軸方向の変異量は 0.1mm まで許すといったことが挙げられますさらなる理解のために同軸度と円周ブレの違いについて見ていきます円周ブレは表面に対する指示である一方同軸度は中心軸に対する指示です例えば同軸度0の段位を持つ円筒軸において 円周ブレを計算するとこのように10.6-10を2で割って 0.3mm となります規制対象が軸か表面かの違いが顕著に現れる例となります一般的に円周ブレは回転する部品に使用することが多いのに対し同軸とは静止する部品に使用することが多いです 次に円周ブレと全ブレについても極端な例を見て違いを確認していきましょう円周ブレは任意の断面における表面に対する指示である一方全ブレは表面全体に対する指示ですよって指示される表面自体に曲がりや傾きテーパーがあれば両者の数値は異なってきます例えば例値に示すような断面はどこを切っても綺麗な円の包み形状では円周ブレは 0mm であっても全ブレは 0.1mm という結果になります また02におけるような先端が絞られているような形状においても断面ではどこを切っても綺麗な円でもその表面全体では 0.1mm の差ができるので円周ブレは 0mm であっても全ブレは 0.1mm という結果になります最後に円周ブレと全ブレの測定について簡単に触れます半径方向の測定では両端を V 字ブロックで指示して回転させ 対象となる円筒面に測定子を当てて測定します一方軸方向の測定では右図のようにワークを固定して円筒軸を中心に回転させます任意の点のみで測定するのか表面全体にわたって測定するのかで円周ブレか全ブレかが変わりますこの動画を気に入った方はチャンネル登録をよろしくお願いします 概要欄ではこの動画の内容を PDF でダウンロードできるリンク先を貼っていますので興味のある方はクリックをお願いします。今後も役立つ情報を発信していきますのでよろしくお願いします。